く高い崖。マーシャル、はしごをフーちゃんのところまで伸ばして。ロッキーはアームテープで折れかかった枝をつなぎ合わせてほしい。伸びろよ、はしご。アームテープセット。フーちゃんが落っこちちゃう。いつもはしごから落ちるのは僕なのに、これも首輪のおかげかな。おりょ、チェス、マーシャルたちをサポートするために今すぐこっちに向かってくれ。了解だぜ、ケント。スパイチェイスにお任せだぜ。ムート、今行くよ。いいものがあるよ。あ、気をつけてマーシャル、動くと枝がポキッと折れてしまうよ。心配しないで船長、ラッキーマーシャルだから悪いことは起きないよ。マジックアームセット。よし、これを使って枝をパウッと支えるでありますよ。お待たせ。ありがとうロッキー。マーシャル、もう大丈夫だよ。ほらね、この首輪さえあれば何でもうまくいっちゃうんだ。到着したぜ。チェイス、急いで準備だ。マーシャルたちが落ちた時のためにジップラインを張って。了解ケント。さあ行くぜ。ジップラインセット、発射。マーシャル、足元に気をつけるんだよ。大丈夫。じゃなかった。チェイス、お願い。ジップライン、パウッと戻れ。枝があってラッキー。この首輪は本当にすごいや。え？いいかいマーシャル、気をつけて戻ってきて。ああ、ラッキーマーシャルなら大丈夫だよ。ズーマ、ホバークラフトで来てほしい。マーシャルに必要になるかもしれない。乗って乗って乗っちゃうよ。後で手当てしてあげるからね。ラッキーな首輪が。よし、取りに行くぞ。ダメダメ、マーシャル危ないよ。大丈夫だよケント、もうちょっと。すごい、この首輪はつけてなくても効果があるみたいだね。マーシャルを助けなきゃ。いいぞ、ありがとうロッキー。ほらマーシャル、捕まって。あれ、チェイス、いつからいたの？ずいぶん前からいたんだぜ。うわぁ！浮き輪、発射！うわぁ！ナイスキャッチだね、マーシャル。ラッキーな首輪のおかげ？今やっと僕は気がついたよ。首輪じゃなくて、仲間のおかげ。みんな、僕とフーちゃんを助けてくれてどうもありがとう。どういたしましてマーシャル。今回のトラブルもパウッと解決。頑張ったご褒美だよ。みんな、よかったね。今日もワンダフルだったよ。ボーカルはどうするであります？ワンワンブギーシェイキングムービー、誰かしら。
すごく歌がうまい。シミグビキャゲでな、キャゲでな、うぅ、みんな。なんでやめちゃうの？上手だったのに。そうだ、マーシャルにボーカルをやってもらうであります。ボーカル？みんなの前で歌うの？無理だよ、そんなの恥ずかしくてできない。ラブラブラブブブブ。ねえラブル、あなたはどう？ボーカルをやってくれる？ふん、その言葉を待ってたんや。助けてくれないか。ジャガイモを植えようと畑を掘ってたら間違えて水道管に穴を開けちゃったんだ。オッケー、待ってて、これからすぐに向かうよ。パウパトロールの参上よ。来てくれてありがとう。水は止めたんだけど水道管がひどく壊れてるんだ。まずは壊れた水道管を取り除こう。ブルーッと任しとき。パワーショベルセット。えいどこどこよ。ショベルの使い方俺より上手いな。ジュリアスとジャスティーナ、すっごく上手だね。そうね、でもパウバンドも負けてないわよ。ねえねえ、ラブルはまだ帰ってこないのかな。出番が来ちゃうよ。よくやったぞラブル、その水道管はあっちに置いて。オッケーパウパウ。ピッパ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 、疲れたポールが。あとは新しい水道管をつなぐだけだ。マジックアームセット。よし、完璧だねロッキー。ありがとう、パウパトロール。見てるだけでお腹が空いちゃう。俺もだよ。来年はジャグリングじゃなくてパイの大食い競争にしないかな。スーパーマンさん。おいしい、ごちそうさまポーターさん。おじいちゃん大丈夫？とっても楽しかったわね、ポーターさんのパイジャグリングでした。次は初出場のパウパトロールバンド。行くぞみんな、俺たちの出番だ。ラブル早く来て。これでバッチリだ、修理完了。ちゃんと治ったか確かめよう。うわステージ前のシャワーやな。ありがとう、助かったよ。これで畑に水をまける。水道管が破裂したら僕らがパウッと解決。ほな行くで、隠し芸大会へ急ごう。オッケーパウパウ。頑張れよみんな。やっぱり恥ずかしいよ。どうするマーシャル、無理に歌わなくていいのよ。でもみんなをがっかりさせるのは嫌だよ。ロックンローラーの到着やべ。キューブルが来たわ。カモン。よかった。平気さ笑そばにいるみんな君が好き。困った時はすぐ呼んで。駆けつける僕らはパウパトロール。元気に叫べビュービュー。みんなでさパウパウ。どんなトラブルでもパウッと解決バンダー。落ち着いてるわ。見て、力った。助けが来たわ。パウパトロールが来た、助けに。嘘でしょ、力った力った。今行くよケント。アヒルのおもちゃを見つけたわ。ビュービューっと言って拾ってくるわね。
あそこにいる。すぐ助けるよ。僕が行く。浮き輪発射。ごめんなさいね、私のせいで。ズーマ、ボートを引いてビーチへ戻ろう。オッケー、浮き輪発射。疲れたな、寒さでブルブル震えてる。ケント、急いで帰って乾かさないと、疲れたが凍えちゃうわ。うわぁ、恐ろしいであります。あまり、もっと強く洗っても平気ですね。信じられないあります。チェイス、ポリスカーを出動させてくれ。嘘でしょ、またなの。シカレッタが風邪をひきそうなんだ。急いで帰らなきゃいけないから、ポリスカーで先導を頼むよ。これは緊急事態よ。その任務お任せだぜ。ケイティ悪いんだけど。わかってる、仕方ないわ。ああ、これでもうおしまいね。コンテスト行かないの？だって誰も出られないんだもの。わかったよ、僕が出るであります。出てくれるの？本当に？ありがとう、ロッキー、大好き。おい、あれれ、このお風呂なら全然平気みたいであります。だってまだ濡れてないもん。あ、そっか、体が濡れないお風呂ってないでありますか？すっごく嫌なら無理しないで。いや、うん、大丈夫であります。目をつぶってジャンプ。お風呂ってすっごく濡れるであります。オッケー、始めるわよ。早く早く、急いで走ってちょうだい。乾かした後はふわふわブランケットで包んであげないと。あー、いいね。ロッキー、すっごく素敵。これなんて髪型？モヒカンよ。かっこいいであります。最後の仕上げはこれ、サングラス。なんだかロックなロッキーであります。もうこんな時間、急がないとコンテストに遅れちゃう。全部の安全確認終了。よっしゃ、次はおしゃれコンテストの時間や。イエーイ、パンパン。次はいよいよ優勝者の発表や。今年のおしゃれコンテスト、一番おしゃれだったのはロックなロッキーだ。市長とチカレットを救出してコンテストも優勝。よくやったね。今回のトラブルもパウッと解決。パウダフル、トラブル解決したら。